和田重文は、日本の実業家、公認会計士、オービックビジネスコンサルタント創業者、代表取締役社長、元コンピュータソフトウェア協会会長。1952年生まれ、実家は品川駅の近くで和田屋新探店を経営。立教中学校、立教高等学校を経て、1975年3月、立教大学経済学部卒業。 大原母期学校会計士課勤務を経て1980年3月に公認会計士登録、同年6月税理士登録、同年12月にオービックビジネスコンサルタント株式会社を設立、同社代表取締役就任。世界長者番付2020年版によれば個人資産1200億円を有し、日本における第26位の符号とされている。 2014年春の法奨で、男女法奨を受賞。2017年立教大学校友会会長。会計士の肖像、国内外の変化に目を向ければ、資格を活かせる仕事は無限大。夢と勇気を持って、新しい道を探し求めてほしい。株式会社オービックビジネスコンサルタント、代表取締役社長公認会計士、和田重文ナンバーアカウンタント。 S マガジンボリューム10アカウンタンツマガジンマイナス2012年2月1日発行 https コロンスラッシュスラッシュ www.forbes.com スラッシュビリオネアズスラッシュフォーブス長者番付2020平成26年春の交渉受賞者名簿東京都内閣府交友会長挨拶立教大学交友会ありがとうございます